人。謎の美少女にいきなり。待て、待ってくれ。そこにある人工衛星のようなものはタイムマシンか。お前の父親が作ったのか。そうだよ。お前は一体どこから来た。2036年から1975年、2000年を経由して。経由だって。あのタイムマシンは未来方向にも跳躍できると言いたいのか。そうじゃなきゃタイムマシンとは呼べないじゃん。どんな状況なんだ。セルンによるディストピア。セルンって何。ディストピア。さっき第三次世界大戦が起きると言ったよな。そう、その戦争で人類の総人口は10億人まで減ったの。今の総人口って67億人ぐらいじゃなかったっけ。だとしたら57億人も死んだってこと。核兵器が使われてね。かつての冷戦構造にそっくりだった。きっかけはタイムマシン。 EU とロシアによる開発競争が火種になって、それにアメリカまでが横槍を入れたから収拾がつかなくなった。世界を滑る可能性を持つ夢の装置、それを手に入れることは過去から未来までを全て手中に収めるっていうことになるわけだから。2036年には戦争は終結してるけど、地球はボロボロ。もうさ、人がまともに住める世界じゃないんだ。私はここに来たの。そして過去を変えるためにはオカリンおじさんの協力が。断る。俺はアルファ世界線からここに来た。俺の大事な女の子の命を犠牲にしてまでここにたどり着いたんだ。57億人が死のうと知ったことかよ。あいつのクリスの犠牲を無駄になんかさせないからな。つまりおじさんは
別のアトラクタフィールドにいたってこと？すごい。それが例のリーディングシュタイナーなんだね。なぜその名を？父さんから聞いてる。それに私もオカリンおじさんとは会ったことがあるんだ。未来でね。俺と？そっか。そしてそっちのアトラクタフィールドでも私は同じように2010年に来たんだね。オカリおじさん、今おじさんは断るって言ったけど。そうだ、クリスの死は無駄にしない。マユリを殺させはしない。さっきから言ってるそのクリスってマキセ・クリスのことだよね。聞いて、おじさん、もしもだよ、この世界線の未来を変えるために必要なのが2010年7月28日に亡くなったマキセ・クリスを助けることって言ったら。マシン、これがあれば。私が望む世界線はオカリンおじさんが通ってきたっていう、アルファ世界線だっけ。そこじゃない。目指すべきはアトラクタフィールドの狭間。どのアトラクタフィールドからも一切干渉を受けない、たった一つの世界線、通称シュタインズゲート。シュタインズゲートはさ、まだ誰も見たことのない未知の世界線らしいんだ。らしいって、それ誰かが観測したんじゃない？観測はされてないんだよね。だから未知なわけで。でもシュタインズゲートのダイバージェンスはお父さんとオカリンおじさんとですでに割り出されている。相対値でここからマイナス 0.081609%、 そこがシュタインズゲート。その世界線に到達するために必要な条件がクリスの救出。そういうこと。第三次世界大戦を回避する鍵なんだよ。彼女が生きていればさ、戦争は起きない。少なくとも57億人も死なないんだ。なぜだ、なぜクリスなんだ。確かにクリスは天才少女だが、あいつが57億人を救う英雄だって言うのか。よくわかんない。わからないって無責任すぎるだろ。私は父さんの立てた計画通りに動いているだけ。その計画、元はオカリンおじさんが立案したらしいんだけど。だからおじさんの計画が間違ってたら、
私のやってることに意味がない。どうしてまた聞きなんだ。直接俺に指示されたわけじゃないのか。オカリおじさんは10年ぐらい前、今からだとおよそ15年後、2025年わからない。父さんはオカリンおじさんの意志を継いで、この計画を実行するためにたった一人でタイムマシンを作り上げた。大戦シュタインズゲートは未知っていうぐらいだから、どんな未来が待っているのか誰も知らない。もしかしたら第三次世界大戦が終結した後でディストピアが構築されるかもしれない。もしかしたらマキセ・クリスはオカリンおじさんが助けた2日後とかに死んじゃうかもしれない。もしかしたらオカリンおじさんは2025年じゃなくて1週間後に死んじゃうかもしれない。でも同時に、もしかしたら2036年になるまで第三次世界大戦も起きないし、ディストピアも構築されないかもしれない。マキセ・クリスも他の誰も死なないかもしれない。素晴らしい未来が待っているかもしれない。私がいた2036年でもなく、アルファ世界線の私がいた2036年でもなくなるのは確か。先は見えない。完全な未知。それでも言ってくれるなら、それでも私と一緒に7月28日へ飛んでくれるなら、この手を握って。
とう。オカリおじさん、じゃあ乗って。ひどいのぞっとるおじさん、二人乗りに。もちろん、私の父さんの作った最高傑作なんだからさ、当然だって。言葉の意味はよくわからんが、とにかく父さんではなくお兄ちゃんと呼べ。オカリン、絶対帰ってきてね。言ったまま戻ってこなかったら嫌だよ。別に違う世界に行ったことじゃ、僕ちゃんと戻ってくれ。屋上からタイムトラベルを開始した場合、どの時間へ飛んでもラジカン屋上の座標にしか到着しないんだ。まあ本当はもっといろいろ複雑な計算してんだけど、今は説明しない。とにかくそういうことなんだ。発表会の前日に飛ぶこともできるけどさ、そのせいで騒ぎになって発表会中止とかになっちゃまずいでしょ。だからむしろ時間ギリギリの方がいい。おじさんってタイムトラベルは初体験だった？あのな、おじさんと呼ぶのはいい。タイムリープは腐るほど、タイムトラベルは初めて。ジョン・タイトル曰く、かなりの G が発生して引っ張られるような感覚があるらしい。ああ、それ書いたの私。ジョン・タイトン。そう、2000年に飛んだ時に。そうか。あんまびっくりしないんだね。改めてこのミッションについて説明するね。向こうに着いたらのんびり話してる時間はないはずだからさ。目的はマキセ・クリスの死の回避。アトラクタフィールドによる収束は？言ったでしょ、その日は分岐点なの。マキセ・クリスの死の可能性は大雑把に計算して 50% なんだよ。収束は起きないんだな。起きるかもしれない。うん、多分起きる。でもきっと抜け道があるはず。その抜け道こそがシュタインズゲートの入り口なの。それと
一つ忠告を。ドクター中鉢には気をつけて。どういう？私のいた2036年では第三次世界大戦が起きたって言ったよね。その原因をたどっていくと中鉢論文に行き着く。ドクター中鉢が書いたってタイムマシンに関する文書なんだけど。しかし、奴のタイムトラベル理論はジョン・タイターの確認。すごい。タイターのネットに書き込んだことが正しいと思うか。一途に嘘を混ぜておいたから、私が書き込んだ時はあんまり相手にされなかったの。まさか10年経って再評価されるとはね。私の書いた理論のことに独自の考えも加えてみた。その完成度はとても高いらしいんだ。とにかくドクター中鉢はマキセ・クリスの殺された会場にいたんだよ。だから彼には注意しといて。彼もまた世界線を大きく変えるキーマンのはず。じゃあ、行くよ。シートベルトを締めて。結構揺れるのか？揺れはほとんどないよ。たった3週間だから。ものの2、3分で行けるはず。最初に1975年へ飛んだ時なんかさ、6時間ぐらいかかって暇で暇でしょうがなかったよ。2、3分だからあえて酸素マスクはしてないけど、タイムトラベルの間この中は無酸素状態になる。我慢しろと。エアポケットができるの。そこに頭を突っ込んでおけばさ、10分くらいは呼吸できるわけ。な、もしかクリスを救うのを失敗したらどうなる？実はそんなに燃料はなかったりするんだよね。もともと入れておいた燃料はギリギリだから、2036年に帰る分の燃料もなかったり。つまり世界線を変えられなかったら私はこの時代に残るしかないんだ。でも心配しなくてもいいよ。8月20日から7月28日への往復はさ、まだ2回ぐらいなら可能だから。燃料はないだろう。どうやって2036年に帰るつもりだ？帰る予定はないんだよね。シュタインズゲートを行ってからこの時代にタイムトラベルしてくる理由はなくなるでしょ。銀河が再構成されるんだ。ここにいる私は消滅して、きっと2036年で平和に暮らしてるはずだよ。というわけでオカリンおじさんに頑張り次第。
着いたよ。1975年で買ってきたんだ。でもまだ3年も使ってないよ。出るよ。オカリンおじさんはマキセ・クリスをマークして殺されるのを阻止して。お前はサポートに回る。それと携帯を取り上げた理由と関係するけど、ここには7月28日現在のオカリンおじさんがいる。今世界に岡部凛太郎は2人いることになるの。いいね。自分自身との接触は絶対避けて。深刻なタイムパラドックスが発生する可能性があるから。タイターが言っていたことと違うか。あれは単なるフェイク情報。了解だ。じゃあ状況開始。終わったらこのタイムマシン前に集合ね。おじさんは隠れて、私がおとりになる。